名古屋市文化振興事業団理事長杉山勝から名古屋女性演劇賞の授与を行います。杉山理事長お願いします。花上様、前へお進みください。第2回名古屋女性演劇賞、照明デザイナー花上敦美さん、あなたは優れた活動により名古屋演劇界の発展に大きく寄与されました。その功績を称え、ここに名古屋女性演劇賞を贈ります。令和4年3月22日公益財団法人名古屋市文化振興事業団理事長杉山勝さん。この度は第2回名古屋女性演劇賞に選出していただき、本当に身に余る光栄でございます。ありがとうございます。そしてこのような授賞式を開いていただき、お集まりいただき感謝いたします。なかなか私スタッフ裏方をやっておりますので、このような席で壇上に上がり光を浴びるのは慣れておりませんので、ちょっとお聞き苦しいところがあるかと思いますが、今私が思っていることを少しだけお話しさせていただけれたらと思います。2020年2021年と2年以上にわたり、世界的なパンデミックでエンタメ業界、舞台業界 もう激震ですね。もう余震も続いております。もう、まあ、この中でも、まあ、少しずつ少しずつ、みんなで歩んでっているような状態では今あります。少し私の幼少期の頃の話も少し交えてお伝えしたいんですが、もう身近にものづくりが中心にあったような家庭で育ってきました。知多半島のど真ん中で育ち、海も山もあり、夜寝るときは枕元に紙とペンを置いて夢日記をつけたり、あと裏の庭には人の土地ですけどね裏の裏庭にはススキがいっぱい生えており、そのススキを束ねてなんか秘密基地を作ったりと、いろんなものを作ってきました。そんな私ですので、まあ、当然高校時代もデザイン科のある高校を選びまして、ものづくりに3年間、いろいろ遊んだりしてきました。そこで高校演劇に出会うんですけれども、そこが私のもう始まりだったような、裏方人生の始まりだったような気がします。そこで演劇顧問の品川博之に会わなければ、この世界に足を踏み込むということはなかったのではないかなと思います。そして、まあ、照明は一人ではできなくてですね、先輩であり、まあ、同僚であり、後輩であり、もう皆さんの手を借りなければ一つの作品を作っていけない世界でございます。まあ、照明だけに関わらず、音響、舞台、美術も、メイクさんも衣装さんも、もちろん劇団も、作演出も、本当に演者も表方も全ての人たち、さらにそれを支えてくださる劇場のスタッフの方たち、すべての人がないと成り立たない、ものでございます。まあ、そこが舞台じゃなくても、どこかのお庭でも海岸でもものづくりはまだできるとは思います。
なかなか情勢がまだ不安定な状態ではありますけれども、なんて申し上げたらいいんでしょうか、そのボーダーラインも今までの常識とは、まあいい常識は残しつつ少しずつ変わりつつ、このパンデミックの世界の中であまりネガティブなことは私は思ってないんですね。実は今考える時間を地球が与えてくれたと思いつつ、少しずつ歩みをゆっくりしながらじっくり歩きながら、舞台業界も前に進んでいけたらと考えております。ちょっと楽天家なんですけれども、はい、この状況も楽しんでいけたらと思います。実は今日もう一人一緒にこの席に立ってほしい、座っててほしいメンバーがいたんですけれども、やっぱり最近のどこかしらの、コロナ禍で濃厚接触になってしまいまして、この席にはちょっとオペレーターで来れないんですけれども、ババショーというまだ若手 の, オペレーターがおります。特に千草で行われたカモメという作品を評価していただいたことに感謝しております。もう私はデザインをやっただけで、もうあとは彼が頑張って務めてくれました。そのように本当に一人ではできない世界ですので、みんなで作っていくってこともこの先いろいろできたらなと思います。はい、うまくちょっとまとめることができたかどうかはわからないんですけれども、まあ、今の世界悪くないなと思ってます。みんなで作っていけたらと思います。本日はこのような賞をいただき、会を開いていただきありがとうございました。ありがとうございました。ナーベ様、お席にお戻りください。以上をもちまして、第2回名古屋女性演劇賞授賞式を終了いたします。